4号艇松村航太選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ここまで船足の仕上がりとしてはいかがでしょうか？そうですね、初日以外はいいと思います、うん、特にどのあたりがいいですか？まあ、スタート決めやすいのと、ターン回りがいいと思います。伸びは普通です。はい、明日の作業としてはどのようにお考えでしょうか？いや、何も考えてません。で、船足的にはまあ現状でをキープできればというところですか？そうですね、気温が上がらない限りはそのまま行こうと思います。はい、さあ4号艇という枠になりました。どのような一幕をイメージしていきたいですか？そうですね、まあちょっと隣がちょっと強力なんで、逆やったら面白いかなと思いますけど、まあ出たなりに、はい、展開つければいいかなと思います。はい、今節のスタートの見え方についてはいかがでしょうか？そうですね、スローの方が分かりやすいんですけど、ダッシュは思い切りいくかどうかだけやと思ってます。はい、分かりました。それでは最後にファンの方へ向けて一言お願いします。はい、大村、唯一九州で優勝あるとこなんで一生懸命頑張ります。ご声援お願いします。